はしないですね。成田は同じく奥ですがグリーン上です。さあ奥からフォンシャンシャン、バンカーショットになります。アンダー2人の争いはこれがバンカーからどうだ、うわっとカップのわずかに右。いやこれはもう打ってないですって、この状況でもう少しで入ろうかという、ね、完璧ですよ本当に。もう一回バンカーやってもいいっていうか、少しスライスしますかね、ほぼまっすぐなんじゃないかなと思うんですけどね。バンカーショットを見せたフォン・シャンシャン、それを見て、その技を見て、これからバーディーパットに臨む成田美鈴。自らが掲げた今シーズンの公式戦優勝、目の前の一打にかかります。取るか、タイトルを取るか、カップの左、バーディーならず。はい、まあ次で勝負ですね。そうですね、うん、あーっと外した、フォン・シャンシャン外しました、パーパット入らず。怒りますよね、こういうことも。小川さんがおっしゃったまさにこの最後の最後だからこそ、そうですね、普段は絶対外さないんですけど、この状況でこの距離っていうのがやっぱり本当に一番難しいと思いますね。うわー、最後の急がないで、いつもと同じルーティンでただ入れることだけ。メジャーを含む年間3勝を今年の目標に掲げ、ここまでプロのキャリアでツアー2勝、21歳成田美鈴、今自らリラックスする姿を見せまして、これから迎えるウィーニングパット。成田美鈴21歳、公式戦タイトルを初めて取りました。思わぬドラマが18番グリーン上で展開されましたが、最後の最後、自らの技を信じ、そしてパーパットを沈め、通算3勝目は見事な自身初の公式戦タイトル、メジャーチャンピオンに輝きました成田美鈴です。トータル9アンダー、序盤から同じ組で回るフォン・シャンシャンを追い上げ、そして昨日の言葉通りじりじり追い上げた上での18番のドラマです。見事に成田美鈴が9アンダー、このグリーン上最後に光り輝いたのは成田美鈴、初のメジャーチャンピオンです。今年最初のメジャーチャンピオン、成田美鈴選手です。信じられない気持ちの方が強くて、もう最後のパットはすごい震えてたんですけど、入ってよかったです。メジャーチャンピオンとしての、に恥じないようにしっかり一打一打集中してやっていきたいと思います。優勝した成田選手には賞金2400万円、そして大会カップが日本女子プロゴルフ協会小林博美会長より、また久光製薬株式会社中富博隆社長よりサロンパスカップ。